メトロバレンシア脱線事故は2006年7月3日現地時間13時3分スペインバレンシアにあるメトロバレンシアで発生した速度超過を原因とする列車脱線事故であるこの事故により43人が死亡し47人が負傷した2006年7月1日からローマカトリック教会の第5回世界家族大会が バレンシアで開催されており、数千人の参加者が集まっていた。メトロバレンシアの1号線は1988年に開業した古い路線であり、他路線に比べて旧式で小型の車両が使用されていた。事故を起こした2両編成の列車は、バレンシア市中心部に近いプラサデスパーニャ駅から南のヘスウス駅に向かって走行していた。 ケスース駅到着直前にある右カーブに差し掛かった際に合戦し、横転してトンネルの内壁に激突した。最終的に43人が死亡し、47人が負傷した。死亡者のうち1人は妊娠中であり、負傷者のうち10人以上が重傷を負った。スペインの地下鉄道で起こった過去最悪の事故となった。7月4日のエルパイス氏は、 バレンシアの法医学者は一人を除いて、すべての犠牲者の身元を特定したとしている。犠牲者のうち21人はトレント在住であり、バレンシアから7トルの距離にあるトレントはこの列車の終着地だった。5人はバレンシア市内在住であり、2人はバレンシア近郊のパイポルタ在住だった。スペイン人の他にアルゼンチン、ブルガリア、コロンビア、パラグアイ、 ベネズエラ国籍の犠牲者もいた。脱線の原因はすぐには明らかにされなかったが、脱線した列車のブラックボックスを調査したところ、時速4 0トルで通過するはずのポイントを時速8 0トルで通過していたことが明らかとなった。運転士はこの事故で死亡したが、事故の直前に運転士が発作を起こした可能性や、車輪に損傷があった可能性が指摘されている。 2002年から2012年上半期の間に、メトロバレンシアでは、計83件の重大事故が発生しており、この事故を含めて、計56人が犠牲となった。当時のホセルイス・ロドリゲス・サパテロ首相は、インド訪問を短縮した。フワン・カルロス一世国王は、悔やみの言葉を述べた。欧州議会は、犠牲者のために1分間の黙祷を捧げた。7月4日、 サパテロ首相とフアンカルロス一世国王がバレンシア大聖堂で行われた葬儀に参列した。7月8日、世界家族大会の迎賓としてバレンシアを訪問予定だったベネディクト16世は哀悼の意を表し、事故現場であるヘスウス駅で犠牲者のために祈った。いずれもカーブでの速度超過による列車脱線事故。ありがとうございます。